お前たち抜け人としての自覚が足りないぞ。あら、ホムラちゃん笑いすぎてお腹痛い。ヒカゲちゃんのくしゃみがおかしくって。くしゃみの何がおかしいんだ。くじょん。風邪ひいたみたいやわ。くじょん。これで全員鉄板の持ちネタができましたわね。日陰さんは謎のくしゃみ、私は貧乏自虐ネタ、はるかさんがド S、 未来さんがホム、舞順次よ。はるか、舞順次ちゃん。いざ、無縁のごとく舞い散れ。なあ、はるか、ゆくあげ。やん、ダメよ。やん、ダメ。まだいいホムラちゃん。持ちネタがないこと、気にしてるの？行くわよ。なんでそれ。そりゃわかるわよ。大丈夫。激しい。やん。上手。もうダメだって。そりゃわかるわよ。大丈夫。決着。もう少し無難な普通のネタが良いのだが。まるで相手にならねえな。うん、いい評価だ。舞順次よ。任務開始。なんだかさっきから犬の鳴き声がするな。あれは村君。さっきのは鳴き真似だったのか。200連戦突破。新婚の夢を沈む。いざ
村雲、さっきの犬の鳴き真似はお前から。なんだ、敵襲か。ちょうど、いや、違う。さっきの鳴き真似を教えてくれないか。敵に教えるわけ、よし。敵に教えるわけがなかろう。行くぞ。決着。結局教えてもらえなかった。一体どうやったらあんなにうまく声真似ができるんだ。まるで相手にならねえな。いい評価だ。ホムラ、毎順次用意。任務開始。おお、指揮じゃない。あいつらの流行に強そうだし、何か知ってるんじゃない。ホムラチン、何？実は、カクカク近々で。余裕。まるで相手にならねえな。いい評価だ。ホムラ、毎順次用意。任務開始。デデさんから。どうしたの？お前が笑っているなんて珍しいな。デデさんが面白いことを言うからおかしくて。来たぜ。進め。
相手にならねえな。うん、いい評価だ。順次よ怒りが舞い忍びます。最終戦勝負。怒りがか。あら、ホムラさんじゃないですか。どうしたのです？何かお困りのようですが。こいつに尋ねても無駄そう。無駄とは何ですか？ええ、だってお前ギャグとか言えないだろ。そんなことはありません。ギャグくらい私でも言えます。こういうの。じゃあ見せてもらおうか。いいでしょう。布団が吹っ飛んだ。大村さん、あれ、忍び。大村さん、あれ、今の分かりませんでした？布団と吹っ飛ぶをかけ。いいいいから説明するな。さらに寒くなるだろう。まだまだありますよ。隣の家が囲いを立てたんだって。もうそれ以上言わせん。ジャイソン、やっやっやっやりますわね。忍び転身。あの人はできる。偉いんだよ。できる。なんてこと。できる。余裕。と、飛燕の炎に。はっ。もう閉じる。こんなことでできる。え、ジェット。余裕。くわ。飛燕忍法。先駆け。はっ。ゲッ。こっちだ。なんであいつはあんな自信満々なんだ。
なの楽勝すぎる。よし、やれる。今の私ならやれるぞ。みんな見てくれ。これが私の一発ギャグだ。ヤドカリ。飛ばすぞ。うん、いい評価だ。